マイナス金利の解除で嬉しい誤算それとも八方塞がりこんばんはー。ふくりでふえるです。今回のテーマはマイナス金利の解除で注目の銀行業界。嬉しい誤算それとも八方塞がりぜひ最後まで見てください。目次です。1、嬉しい誤算。 二、厳しい現状。三、注目銘柄はまずは嬉しい誤算から。日銀のマイナス金利解除のニュースをきっかけに、金利という言葉を耳にする機会が増えましたね。日銀の17年ぶりの利上げ決定による恩恵を受けて、今後の株価上昇の期待を集めるのが銀行業界。金利の復活により、 リザや拡大が見込めるマイナス金利の解除は銀行業界にとって朗報です。金利上昇により本業が復活すれば銀行の収益力は格段に増します。日銀の政策転換前からこうした期待が銀行株の堅調を支えてきました。マイナス金利の解除を受けてメガバンクそれぞれのトップの反応はというとまずは 三菱 UFJ 銀行の半沢東取から、東取は、金利正常化に向けた動きを歓迎したい。日本経済が失われた30年といわれる長期低迷から脱し、持続的な成長軌道に回帰する大きな好機と認識している、と述べられています。続いて三井住友銀行の福留 CEO 取 日銀の物価安定の目標が持続的安定的に実現していくことが見通せることになるなど、日本経済が新たな成長の軌道に入っていく大きな転換点になると期待している、とのことです。そして最後が、水ほフィナンシャルグループの木原社長。金利ある世界への大きな変化の節目、ゲームチェンジという認識。 運用と調達のリザヤの改善イコール、金利収益の改善という意味ではポジティブ。ビジネスの原資として、預金を持つことの重要性が一層増す、と述べられました。特に、この木原社長のゲームチェンジという言葉は、増えるもとてもしっくりきています。また、預金を持つことの重要性が一層増す、という言葉からも、 2023年以降のメガバンクの流れを見ていると、それを感じるところがいくつかあります。その点については動画の中盤で。2022年3月からの米国での金利上昇、さらに23年7月のイールドカーブコントロール柔軟化をきっかけとした国内金利の上昇により、三菱 UFJ と三井住友、水ほの3メガバンクの業績は、 劇的に改善しました。マイナス金利の解除が決まり、3メガバンクの業績がより一層押し上げられることは間違いなさそう。さらに言えば、業績の上振れ幅が想定以上になることも考えられるんです。というのも、銀行各行が日銀に持つ当座預金は、マイナス金利導入で基礎残高、マクロ加算残高、 政策金利残高の3層構成になっており3層目の政策金利残高にマイナス0.1%の金利がこれまで適用されていました三菱 UFJ 銀行と水保銀行はマイナス金利が解除されて円金利が上昇した際の利益影響を試算していましたがそこでは2層目のマクロ加算残高はこれまで通り不利0%で変わらない という前提を置いていたんです。ところが今回の政策変更では3層構造そのものを1層にした上で日銀の当座預金全体に0.1%の不利を適用する決定がなされました。これはメガバンクにとって嬉しい誤算となったわけです。ただしマイナス金利解除に対する反応は銀行業界の中でも引きこもごもです。 今回の日銀の政策変更で想定以上の業績上振れが期待できそうな嬉しい誤算があったメガバンクと金利の復活により実は自利品に陥りそうな地銀でははっきりと明暗が分かれてしまいますつまり全ての銀行が儲かるわけではないということ続いてはその厳しい現状について 横浜銀行や千葉銀行などの規模の大きな地方銀行を除く中小の地銀は、金利の復活がむしろマイナスとなりそうです。というのも、今回の金利解除で恩恵を受けるのは、大房と呼ばれる一般的な大企業向け貸し出しの基準金利だからです。地銀は3メガバンクと違って、金利が大房と連動する貸し出し金の割合が小さく、そのため、 足元で金利が上昇し始めていても、その影響は限定的なんです。地銀が貸出金利を上げたければ、貸出先の中小銀行と直接交渉する必要があります。ですが中小企業の多くは人件費や原材料費の高騰などにさらされており、金利負担増を簡単に飲むことはできないでしょう。 市場金利が上がったから貸し出し金利を上げさせてくれと頼まれたとしても、銀行が儲けたいだけと門前払いを喰らうことは目に見えており、他行に乗り換えられる恐れもあります。一方で、そんな状況とは無縁の3メガバンクは、早速次の一手を打ってきました。他行に先手を取られないように、普通預金金利を0.001%から、 0.02%へ17年ぶりに引き上げたんです。金利が復活した世界では、預金は銀行にとって利益を生む原資であり、重要度が増します。これに伴い、地銀は置かれた状況が苦しくても3メガバンクに追随せざるを得ないとなりそうです。預金金利の引き上げを見送れば、個人顧客の流出を招いてしまうためです。 預金金利は個人消費者も非常に敏感で金利が0.001%高いだけでもそこに流れる傾向があります他行に預金を奪われないためにも金利は早めに引き上げる必要がありますこうしてマイナス金利解除の決定からたった3営業日後の3月25日の時点で普通預金金利の引き上げを決めたのは3メガバンクほか、 地銀でも実に43校もありました。地銀にとってさらに頭が痛いことに、ネットバンクの SBI 申請と PayPay 銀行が普通預金金利を3メガバンクや地銀よりもさらに高い0.03%に引き上げたことです。金利の差はわずか0.01%ですが、その差は実は数字以上。ネット銀行には、 3メガバンクや地銀が一朝一夕には追いつけないスマホアプリの使い勝手の良さがあります。金利が少し高いことはアプリの使いやすさや便利さを知ってもらうためのきっかけに過ぎず、今回の金利の引上げで金融に対する意識が高くない人もそれに気づくので、多くのユーザーがネット銀行に流れる可能性もあります。 金利復活にもかかわらず、貸し出し金利は上げられない、預金金利は引き上げざるを得ない、今後はむしろ自利品になりそうな予感しかしない地銀。お膝元の地元経済が人口減などで地盤沈下している限界地銀もあるんです。そのような地銀は、国内外債券の運用による含み損を計上する体力もないため、 運用ポートフォリオを組み替えようにも、それもできません。かといって地元に資金需要を生むような優良企業もないため、収益も上げられない。発泡下がりに陥るわけです。2024年は、金利上昇によって、このように地銀の中でも優勝劣敗はより鮮明になります。体力があり、地元経済が盤石の地銀。一方で、 有料企業もなく、人口減が続く限界値銀。では最後に、増えるの注目銘柄はまずはやっぱり三大メガバンクの一角、三菱 UFJ フィナンシャルグループが筆頭です。23年度第三四半期の時点で、純利益は1兆2979億円、通期目標の1兆3000億円を、 わずか9ヶ月間でほぼ達成してしまうほどの爆発力を見せています。23年11月には、三菱 UFJ、三井住友、水ほの3社は揃って、10年ものの定期預金の金利を0.002%から0.2%へ引き上げました。各校が預金金利の引き上げに踏み切った背景として、預金の重要性が増しているという事情があります。 これが先ほど最初の方で申し上げた、水保フィナンシャルグループの木原社長の言葉ともつながってくる部分。賃金と物価が上昇し、日本経済が回復すれば、企業や個人への貸し出しが増える可能性があるためです。それを念頭に3メガバンクは預金を集めようと、23年から国内の個人向けリテール事業をデコ入れしています。特に、 個人リテール事業に強みを持っている三井住友フィナンシャルグループは、オリーブをスタートさせ、すでに140万アカウントを獲得。円の預金残高も3割増しと成果を出しています。そして3項目が、水保フィナンシャルグループ。2024年も引き続き、米国で稼いでいくのが3メガバンクの主流の流れ。 富裕向けビジネスや銀行証券が連動して大企業を支援する事業モデルが企業に乗りつつあります。三菱 UFJ はアメリカモルガン・スタンレイと組み、富裕層向けビジネスを強化中、三井住友はアメリカジェフリーズ・ファイナンシャルと、水ほはアメリカグリーンヒルと資本提携をそれぞれ結び、M&A の助言などを行う体制を構築してきました。 特にずほは2023年イギリス半導体設計大手アームの世界最大規模の新規株式公開でアメリカ水ほ証券が主幹事証券の一社となりアメリカでの存在感の高まりにも自信を見せていますあなたの注目はということで今回の動画は以上です高評価チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします 最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を